皆さん、こんにちは。栃木スポーツ育学センターの笠原です。作新学院大学で教員も務めています。本日は栃木スポーツ育学センターオリジナル講習会、メンタルトレーニング講習会第1回セルフコントロールです。よろしくお願いします。栃木スポーツ医科学センター通称 TIS オリジナル講習会丸2メンタルトレーニング講習会第1回セルフコントロールです。自己紹介です。日本体育大学大学院体育学研究科修士課程を修了し、現在作新学院大学経営学部スポーツマネジメント学科の教授を務めています。メンタルトレーニング講習会の日程、講師、テーマ一覧です。本日は私、笠原明が務めさせていただきます。テーマはセルフコントロールです。2回目から5回目までは大宜味康介先生がモチベーション、マインドセット、グリッドについて講習させていただきます。6回目から8回目までは小林玄樹先生がセルフトーク、集中力、イメージトレーニングについて講習させていただきます。9回目から10回目までは永田直也先生がリーダーシップ、チームワーク、心理的準備について講習させていただきます。11回目、12回目は、後藤浩一先生が保護者のメンタルトレーニング、指導者のメンタルトレーニングについて説明させていただきます。本日の流れです。スポーツ心理学の定義、応用スポーツ心理学の定義、メンタルトレーニングの定義、メンタルトレーニングが重要な理由、選手や指導者がメンタルトレーニングをやらない理由、メンタルトレーニングの誤解、メンタルトレーニングの理論的根拠、メンタルトレーニングの研究方法、メンタルトレーニングの流れ、覚醒、不安、上がり、プレッシャーとパフォーマンス、自分に気づく、腹式呼吸、全身的筋弛緩法、マインドフルネス、現場での活用法です。メンタルトレーニングのベースはスポーツ心理学になっておりますので、スポーツ心理学の定義について説明させていただきます。松井先生の定義です。身体的、最高能率を発揮するに必要な条件を心理学的に研究する心理学。加賀先生の定義。スポーツ心理学は、スポーツに関わる現象や問題を心理学的立場から研究する学問。ヨーロッパスポーツ心理学連盟の定義。スポーツ心理学とは、スポーツの心理学的な基礎、プロセス、効果についての心理学。共通しているのは、スポーツを心理学的にというところかと思います。さらに、山崎先生の定義。スポーツに関する心理学的な問題を研究し、スポーツの実践や指導に科学的な基礎を与えることを目的とした心理学の一領域。ワインバーグ先生の定義。スポーツ心理学は、スポーツにおける人間もしくはその行動に関する科学的研究であり、研究で得られた知識の実践的応用。国際スポーツ心理学会の定義。スポーツや運動に伴う人々の行動を理解したり、影響することについての基礎を深める学術的実践的な心理学。
やはりスポーツを心理学的に、まあ、捉えると。で、心理学の研究というのはやはり行動を中心に研究するので、やはりスポーツやってる時のやっぱ行動をいかにこう研究していくかということがポイントかなと思います。さらに徳永先生の定義、スポーツ心理学とは様々な目的や年齢を対象にした研究を通して運動スポーツを心理学的に分析して運動スポーツ指導法に役立てる心理学。バーレー先生の定義、スポーツ心理学とはスポーツに参加する際に人がどのように考え行動し感じるかを分析する学問である。アメリカ心理学会の定義、スポーツ状況下における人間行動の理解とその充実のために心理学的な理論を応用もしくは発展させたもの。やはりスポーツを心理学的に捉え、で、心理学的というのはバーレー先生が言っているようにどのように、考えるか、どのように行動するか、どのように感じるか、まあ、感じるというのは感情もしくは体の感覚かなと、まあ、考えられるわけですね。なので個人的にはこのバーレー先生の定義が非常に分かりやすいかなと思います。で、続きまして応用スポーツ心理学の定義です。まあ、スポーツ心理学の実践版と考えていただければいいかなと思います。コックス先生の定義、スポーツのパフォーマンス向上を目的とする心理学の応用。国際応用スポーツ心理学会の定義、応用スポーツ心理学は適切なスポーツとの関わり合いやパフォーマンスを促進することを目標にコーチ、アスリート、両親を教育する分野に理論や研究を拡大することを含んでいる。アメリカスポーツ心理学会の定義、アスリートのパフォーマンスを高めたり維持するためにスポーツ心理学の知見を生かした心理学。ポイントはですね、やはりスポーツ選手アスリートのパフォーマンス向上というふうにですね、スポーツ心理学のように広い範囲ではなく範囲を絞っているのかなというふうに、まあ、考えられます。で、応用スポーツ心理学の一つとして誕生したのがメンタルトレーニングになります。メンタルトレーニングの定義、正式にはですね、サイコロジカルスキルズトレーニング PST とかメンタルスキルズトレーニング MST という言い方もします。ユネスタール先生の定義です。個人のメンタル面をコントロールすることを目的とした心理学的テクニック。メンタル面は技術や体力と同じようにトレーニングできるという考え方を基本としている。高妻先生の定義、スポーツ選手が技術や体力をトレーニングするように試合場面で最高の能力を発揮できるように心理学的なトレーニングを行いセルフコントロールできるようにする。ハーディー先生の定義、心的状態の自己コントロールに取り組み最適な心的状態を作ることを目標としている。アスリートのメンタル面を心理学的にトレーニングして実力を高めたり実力を発揮できるというような定義になるかと思います。さらに国際メンタルトレーニング学会の定義、スポーツのパフォーマンスやより良い人生を送るためにさまざまなメンタル面を育成する。日本スポーツ心理学会の定義、心理的スキルトレーニングまたはメンタルスキルズトレーニングとも言われる。心理的スキルまたはメンタルスキルは学習することができるという考えが土台になっている。スポーツ心理学の理論に基づく体系的なトレーニングによって競技力向上、実力発揮、心身の健康、人間的成長を目指す。近年では単に心理的スキルの指導に限定される。競技力向上のためのカウンセリングも含めたさまざまな心理的サポートも含まれている。どこまで含まれるかは、まあ、定義した方によっていろいろと分かれるんですが、やはりポイントはですね、メンタル面はトレーニングすることができる。そこでスポーツ心理学の理論に基づくトレーニングを行い競技力向上にとどまらず
実力発揮にとどまらず、最終的には心身の健康、人間的成長、豊かな人生までを目指すという定義になるのかなと思われます。さらに関谷先生の定義ですね、アスリートをはじめとするスポーツ活動に関わるものが競技力向上並びに実力発揮のために必要な心理的メンタルスキルを習得することを目的としたスポーツ心理学の理論に基づく体系的で教育的な活動である。また競技力向上、実力発揮に加えて心身の健康や人間的成長も視野に入れた活動であると。メンタル面はまずトレーニングができます。そして科学的な方法によって競技力向上や実力発揮だけでなく、さらには心身の健康、人間的成長も視野に入れたトレーニングというふうになるかなと思います。まあ、まとめますとですね、まずメンタル面はトレーニングできる、心理学的にトレーニングしてきます。で、競技力向上、実力発揮、さらには人間的な成長、豊かな人生を目指すトレーニングというふうに定義できるのではないかなと考えます。続きまして、メンタルトレーニングが重要な理由です。アスリートなら誰でも思うことかと思いますが、まず勝てる相手に負けた、大事な場面で緊張した、怪我で落ち込んだ、モチベーションが上がらない、ミスするとイライラしてしまう、そのような場面でメンタルトレーニングが必要になってきます。選手や指導者がメンタルトレーニングをやらない理由、よく聞かれるのは、メンタルは才能だよ、素質だよ。いえ、メンタルは才能ではなくトレーニングすることができます。時間がない、メンタルトレーニングをしている時間がない。しかし試合で負けると、まあ、勝った場合もそうなんですが、多くの選手やコーチやメンタル面を理由に挙げることが多いです。だったらメンタル面を強化したらどうですかということになるわけです。メンタルトレーニングの誤解、心身を病んでる選手のためのトレーニング、健常者に対して原則メンタルトレーニングを実施していきます。もちろんメンタルトレーニングの範囲を心身を病んでいる、もうカウンセリングまで含めれば心身を病んでる選手のためのトレーニングということになりますが、ここでお話しするのはあくまで健常者の方に対するメンタルトレーニングです。摂食障害、うつ等の心身に疾患を抱えている場合はカウンセラー、カウンセリングにもさまざまな種類があるんですが、よく学校などで行われているカウンセリングは心の相談だとか心のメンテナンスと言い方をします。でさらにまあ重症化してくると、まあ、精神科医の方とカウンセラーさんが協力して治療目的のカウンセリングが行われる場合もありますが、あくまでここでは健常者に対するメンタルトレーニングです。超一流選手のためのトレーニング、あらゆる選手のためのトレーニングになります。すぐに効果が出る魔法のトレーニング、やはりトレーニングが必要です。原則即効性も奇跡もありません。また技術、体力、栄養面の向上が不可欠になってきます。メンタルトレーニングの理論的根拠、まず動機づけ理論。動機づけというのはやる気ですね。モチベーションって言い方をします。モチベーションに関しては次回以降大宜味康介先生が講習していただく予定になっております。で、メンタルトレーニングの理論的根拠の中心的な位置づけになるのが認知行動理論になります。またカウンセリング理論も入ってきますが、今回は省略させていただきます。認知行動理論です。キーワードは4つです。まず認知、頭に浮かぶ考えやイメージです。皆さんは起きているときは常に認知していると思います。いろんな考えが頭に思い浮かびます。
例えば試合場面だと絶対勝つ、絶対負けない、あとはいいイメージ、悪いイメージ、常に浮かんでると思います。ただこういったものはすぐに出ては消え、出ては消えの繰り返しなので、メンタルトレインでは自分の認知をしっかり捕まえる必要が出てきます。続きまして感情です。心に浮かぶ気持ちということができますが、短い言葉で表現できる状態です。分かりやすいのは喜怒哀楽ですね。嬉しい、悲しい、楽しい、きつい、やばい、ひらがな3文字4文字で、りとかいがつくものですね。またひらがなで言葉が続く場合もあります。イライラ、そわそわ、ウキウキ、ワクワク、さらには漢字2文字系のものも感情です。強気、弱気、不安、緊張、集中などです。さらには比喩表現なんかも含まれます。心が折れるだとか、目が泳ぐなんて言い方もします。感情にもいろいろと種類がありまして、気分なんて言い方もしますが、気分は弱くて持続する感情というふうに定義できるかなと思います。で、気分はいいものもあれば悪いものもあります。いい気分だとか気分が悪いだとかって言い方しますね。また情動なんて言い方もします。情動は比較的強い感情ですね、はい、で、情動にはですね、身体反応といいまして、体の反応が含まれる場合もあります。例えば心臓がドキドキするだとか、手足が震えるなんてものが含まれる場合もあります。で、感情の中でもこうマイナスなものをですね、よく認知的不安なんて言い方もします。続きまして身体反応です。身体に現れる生理現象です。心臓がドキドキする、手足が震える、お腹が痛くなる、冷や汗をかくなどです。で、マイナスな身体反応のことを身体的不安なんて言い方もします。で、最後に行動です。振る舞い、動作です。人から見てわかる体の動きですね。投げる、走る、打つ、飛ぶ、泳ぐ、書く、見るなどが含まれます。で、この中でメンタルトレーニングは何をトレーニングしていくかというと、認知と行動です。なので、認知行動理論というんですね。認知行動トレーニングすることによって感情、身体反応をコントロールしていくことになります。メンタルトレーニングの研究方法です。やはりスポーツ心理学がベースになっているので、そのスポーツ心理学の研究で得られた知見がメンタルトレーニングのプログラムになっています。例えばどんな研究があるかといいますと、成功した選手と成功しなかった選手の比較です。成功した選手は目標設定、自信、緊張のコントロール、思考のコントロール、イメージ、コーピング、心理的準備を多く使っていました。選手やコーチの経験や考え方、行動インタビュー、または心理テストをします。その結果、多くのオリンピック選手は PST、 つまりメンタルトレーニングを活用していたという報告があります。メンタルトレーニングの流れです。1、メンタルトレーニングの紹介。メンタルトレーニングがどれほど重要であるか聞くと、選手は非常に重要であると言います。しかし、技術、体力と比較してメンタル面をトレーニングしていますかと聞くと、多くの選手はいいえ、していませんと答えます。そこで心理的スキルを習得することの重要性、心理的スキルがパフォーマンスにどのように影響を与えるかを説明します。2番、メンタルトレーニングプログラムの作成。アスリートの要望に合わせてアスリートと相談しながらメンタルトレーニングプログラムを作成していきます。例えば、
試合前に心配という感情が出てしまう。まあ認知的不安なんて言い方をしますが、感情をコントロールするために目標設定、セルフトーク、イメージトレーニングという方法が必要かもしれません。筋緊張、体が硬くなってしまう、震えてしまう、まあ身体反応、身体的不安ですね。筋肉の緊張をコントロールするために腹式呼吸、全身的筋弛緩法が必要かもしれません。メンタルトレーニングのプログラムは大きく分けると3つあります。行動が中心のアプローチ、行動的アプローチ、まあ皆さんもやったことがあるかもしれませんが、腹式呼吸、全身的筋弛緩法、手をもみもみしたりする方です。で、認知行動的アプローチ、行動的な部分と頭の中で作業する認知的な部分が混合したものですね、はい、マインドフルネス、今回は省略させていただきますが、自律訓練法、あとは、まあ、多くの方がご存知じゃないかなと思うんですが、ルーティンなどが入ります。ルーティンというのは、こう皆さんの印象ですと、ある一定の動きを一定の順序、一定のリズムでやる方法のように思われますが、頭の中でやるルーティンもありますので、はい、認知行動的アプローチになります。で、認知的アプローチ、まあ、頭の中でやる作業ですね、はい、目標設定、セルフトーク、まあ、セルフトークというのはいずれ小林玄樹先生が講習していただきますが、頭の中で、まあ、言葉を唱えること、まあ、言い聞かせる方法ですね。で、イメージトレーニング、頭の中でさまざまな映像や音だとか感覚を思い出してパフォーマンスの向上に伝えを高める方法ですね。ただし、目標設定、セルフトーク、イメージトレーニングにも体を動かす方法がありますので、純粋に認知的というとそうでもなくて、まあ、認知行動的アプローチに入る場合もあるかなと思います。まあ、大きく分けると、まあ、3つの方法、アプローチがあるわけですね。で、クロスオーバー効果、メンタルトレーニングの方法はですね、一つをやるよりも、まあ、複数やった方のが、まあ、相乗効果が働くということですね。で、今回のセルフトークに関しては、この行動的アプローチと、まあ、認知行動的アプローチを中心に説明させていただきたいと思います。で、最後にメンタルトレーニングの流れ、メンタルトレーニングプログラムを実施していきます。やはりプログラムを決めただけではメンタル面は強化されません。トレーニングをすることによってメンタル面は強化されるわけです。で、メンタルトレーニングすることによってメンタルスキルを習慣化していきます。習慣化というのは、いちいち気にしなくても自然にできるようになるまで練習をしていきます。で、練習で練習をしたらですね、練習試合や試合でメンタルスキルを使って適宜修正を加えていきます。で、メンタルトレーニングを実施する際、やってみた結果どうだったのか、日誌をつけてみると、効果的という報告があります。続いて、覚醒不安です。セルフコントロールはですね、最終的に何に対してセルフコントロールしたいかというと、自分の覚醒水準の上がった下がったについて適正な覚醒水準にコントロールするために、まあ、セルフコントロールするので、やはり覚醒水準、それに伴う不安について理解しておく必要がありますので、覚醒不安について説明をさせていただきます。まず覚醒、目覚めている状態ですね。ただ目覚めている状態にもいろんな状態があると思いますので、続いて覚醒水準です。覚醒の程度です。覚醒水準が低下するとリラックス、退屈、眠気が生じてきます。覚醒水準が高くなると活性化、まあ、テンション上がってきますよね。興奮、緊張してきます。で、覚醒水準には認知的な指標と生理的指標があります。まあ、認知的指標ってのは自分の主観的なものですね。
テンション高いよとか落ち着いてるという主観的なものに対して、生理的指標というのは体温だとか心拍数ですね。で続いて不安です。まあ心配のことですよね。重要な試合、重要な場面等のストレッサーによる否定的な感情ですね。なので不安という表現はまず否定的な感情で使われます。肯定的に使われることはありません。ちなみにストレッサーというのはストレスの原因ですね。重要な試合や重要な場面はストレスの原因になるわけです。で、必ずしも否定的なことしかないのかというと、選手によっては不安がパフォーマンスにプラスな影響を与える場合もありますので、必ずしもパフォーマンスに悪影響を与えるわけではありません。で、多次元不安理論という考え方があって、不安とにもまあいろんな種類があるわけですね。認知的に不安、まあ、気持ちの不安ですよね。代表例が心配で、身体的不安、体の不安ですよね。筋緊張や心拍数で、自信、これらが複雑に絡み合って不安とその人のパフォーマンスのに与える影響が変わってくるという、まあ、考え方です。で、不安によって生じる自律神経系の反応には、交感神経系と副交感神経系の拮抗する両方の反応がある。はい、まあ、不安によって生じる、まず自律神経系の反応というの、自律神経というのはですね、自分がコントロールしなくても勝手に体をコントロールしてくれる神経系ですね。で、興奮、交感神経系というのは体を興奮させる神経です。体温を上げるだとか、まあ、心拍数を上げるだとか。副交感神経系っていうのは、まあ、リラックス系の神経ですね。はい。で、不安や緊張がなぜコントロールするのが難しいかというとですね、自分ではコントロールしにくい、まあ、自律神経系の暴走という考え方ができるので、まあ、難しいわけですね。まあ、それをですね、様々な方法によって、まあ、コントロールしていくということになります。で、覚醒不安と状態不安、特性不安。不安にもまあいろんな種類があるわけですね。まず特性不安というのは、その人が多様な状況に関係した一般的な不安、あらゆる場面で感じるこう一般的な不安ですね。それに対して状態不安というのは、ある特別な状況において出てくる不安です。で、特性不安、日頃から不安を感じている人というのは、ある特別な状況でもやはり不安を感じやすい。なので状態不安が上がります。そうすると認知的な不安、心配が出てきます。身体的不安、心拍数が上がったりですとか、まあ、体も緊張してきます。集中力も乱れてくるということになります。続きまして、上がりとプレッシャーです。上がり、よくチョーキングアンダープレッシャーという言い方をします。選手が普段通りのパフォーマンスを発揮できない現象、プレッシャー、精神的重圧感です。で、プレッシャーの要因としてはですね、失敗が許されない局面や脅迫的観念を与える場面や人物などへの遭遇が挙げられます。まあ、脅迫的観念というのは、失敗したらどうしようみたいな、自分を追い込んでしまうような考えですね。スポーツにおいてはプレッシャーを感じる場面が多く、プレッシャーにより不安などの感情が喚起され、それに伴い、生理的状態も変化し、選手のパフォーマンスに影響を与えるわけです。プレッシャーによる不安は、パフォーマンスに必ずしも、先ほど申したように、ただし悪影響を与えるわけではない。中には、それを力に変えられる選手もいるわけです。で、上がりのプロセスです。まず、まあ、上がり、緊張という表現できると思うんですけども、条件としてはですね、やはり重要な試合ですよね。あと危険なプレー、コーチ、仲間、両親によるまあ期待とか評価ですね。これらがやはり上がりの重要条件になってきます。だけども、人間ですね、重要な試合じゃあ出るなっていうわけにはいかないので、やはり重要な試合に出なければいけません。なので、やはり重要な試合になればなるほど、周りの評価期待も大きくなりますので、ある程度の緊張はつきもの。なので、メンタルトレーニングはですね、緊張を下げるってとかなくすって発想はやめた方がいいかなと思います。あくまで
緊張をある程度コントロールして緊張に対する思考を変えていく、考え方を変えていくというアプローチがよろしいかなと思います。で、緊張が高まってしまいますと、まず身体的な変化、筋肉の緊張が高まる、呼吸数の増加、心拍数の増加、まあこういったものをですね、腹式呼吸ですとか全身的筋弛緩法によって完全に筋肉の緊張や呼吸数の増加、心拍数の増加を抑えるというのではなく、コントロールする。プラス、セルフトーク等によってですね、思考もコントロールしていくということになります。で、注意力の変化。内部への集中。内部への集中というのは、まあどういうことかと言いますと、集中力にもその方向性がありまして、外側に対する集中。外側に対する集中というのはですね、相手を見ている、味方を見ている、ボールを見ているといったような状態です。内部への集中っていうのは、心臓がドキドキする、全身が震えている、失敗したらどうしよう、頭の中の考えや体に注意が向いてしまっている状態です。で、緊張してコントロールできないとなるとですね、この内部への集中が強くなっちゃうので、相手を見れない、味方を見れない、ボールを見れないということになってしまいます。続いて狭い集中になってしまいます。例えば、考えることへの集中が狭くなっちゃうと、もうどうしようどうしようどうしようといったふうにですね、ある一つの考えに固執してしまう。で、注意転換の低下というのはですね、内部の狭い集中から外側に持っていくことが難しくなるということになりますね。そうするとパフォーマンス障害。はい、プレーをしてても微妙にタイミングがずれる。微妙に普段と違うといった調整の障害が出てきます。で、筋肉の緊張や疲労が出てきます。焦ってきます。で、プロセス目標に集中できない。プロセス目標というのは今やるべきことですね。この反対が結果目標。つまり結果目標に集中してしまう。ミスできない。いいプレーしなきゃ。負けられないみたいな。結果に集中してしまって、どん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 こう悪循環になってしまうということですね。まあ、さらに別の研究ですとですね、はい、さらにこう詳しく出てきます。上がりの発生メカニズム。まず、大会前のコンディションですね。調子の良し悪しが非常に影響されます。だけども、いくらメンタルトレーニングやってもですね、毎回調子がまあ 100% というわけにはまあいかないわけなんですよね。はい、100%、まあ絶好調ですよね。そういう時もあれば、絶不調 0% の時もあるかもしれませんが、 100% も 0% もまあそんなに多いわけではありません。じゃあどのぐらいのパーセンテージが多いかというと、まあ70とか 80% 普通かちょっと調子悪いぐらいがやっぱ一番多いんですよね。で、こういう時にまあ注意しなければいけないのが、試合当日調子が 70% ぐらいなのに100% の力を発揮しようとしてしまうとですね、最終的にプレーがガタガタになってしまう可能性があります。できないことをするわけですから。なので、70% の調子だったら、70% の調子で何ができるのかという、はい、認知、つまり思考のコントロールがまあ必要ですね。まあ、研究だと特に女子選手は大会前のコンディションが非常に上がりの発生に影響を与えると言われてますので、どんな調子でもですね、70% や 80% の調子をですね、当日 100% って難しいので、 70% の調子だったら 70% でできることは何かという思考が非常に重要になってくるかなと思います。まあ、これがうまくできないとですね、はい、結果を考えすぎてしまう、苦手意識が出てしまう、はい、チームの雰囲気も悪かもしれません、悪くなるかもしれません。そうするとそれがストレスの原因、つまりストレッサーになってくるわけですね。さらに個人の特性も影響してきます。依存心、情熱、上がりやすい、経験、プレースタイルです。まあ依存心というのはなかなか自分で考えられない、なので自分で考える力というのは非常に重要になってきますので、選手ミーティングというのは非常に大事かなと思います。あとはまあ経験が少ないというのも良くないですよね。なので大事な試合の前には試合形式の練習ですとか、はい、練習試合が重要になってくるわけです。
で、これがうまくいかないとですね、はい、生理的覚醒水準の上昇、心拍数が上がったり、筋肉が緊張したり、震え、呼吸。まあ、これをですね、腹式呼吸だとか、全身的筋弛緩法等のリラックス法によってコントロールしていくわけです。で、今度こちらですね、やはりマイナス思考が出てきますので、マイナス思考もコントロールしていきます。まあ、この辺はセルフコントロールかなというふうになるわけですね。で、生理的覚醒水準が上昇してしまいますと、はい、身体的な疲労、それがネガティブな感情に伝わります。で、視覚運動制御の変化、ぎこちなさ、硬さも出てきます。さらにマイナス思考が、さらに、エスカレートすると言動の変化、声出しの数が少なくなる、声が小さくなる、急いでしまうということになるわけなんですよね。そうするとネガティブな感情になってしまいます。そうするとですね、安全性法略重視、つまり守りのプレーになってしまうということですね。そうすると運動パフォーマンスの低下がなってしまいます。そうするともう悪循環なわけですよね。まあ、この悪循環を防ぐために、今回含めて、これからのメンタルトレイン講習会で、先生方がですね、これらの対策についていろいろと説明してくださることになっております。で、これらの悪循環をですね、防ぐためにさまざまなやっぱ対策を取っていくわけですよね。そういうのよくコーピングって言い方をします。で、ストレッサーと覚醒不安、どのようなものがですね、ストレスの原因になるかというとですね、まず状況ですね。先ほども説明した試合の重要性とか不確実性、不確実性というのはですね、要するに勝てるかどうかわからないような相手にはストレッサーになりやすいということですね。あと個人要因、特性不安、自信ですね。こういったものもですね、まあ、ストレッサーになりやすいと考えられています。で、緊張しやすい選手の特徴、はい、心理的競技能力診断検査という、まあ、テストがあります。よく DIPCA3 というんですが、その中の項目にですね、勝利欲、つまり結果をすごく考えてしまう、項目、それに対して集中力、自己コントロール能力、リラックスという項目があります。で、勝利欲、つまり結果を考える、絶対勝つ、負けないみたいな思考が強い人はどうしても集中力、自己コントロール能力、リラックス能力が落ちてきます。こういう状態の選手にですね、いくらリラックスをやってもですね、やはりこの勝利欲が邪魔しているので、なかなか集中力、自己コントロール能力、まあリラックス能力も上がってこないわけなんですね。そこでやはりセルフコントロールプラス勝利欲、この数値を下げる必要が出てくるんですね。で、勝利欲を下げるために必要なメンタルトレーニングの方法がですね、まあ大宜味先生がいずれお話ししてくださるであろう目標設定ですとか、小林源氏先生のセリフトーク等が非常に重要になってきます。なので複数の方法をやはりミックスしてトレーニングプログラムというのはまあ組まれていくわけです。で、先ほどお話したコーピング対処法略ですね、ラザルスという人がまあ提案した方法ですね。ストレッサー、ストレスの原因の意図的な対処努力、自分の意思で対応していくと。で、ストレス、何らかの状況に対処しなくてはならない状態で、ストレッサー、ストレス環境原因、セリエはまあ、このストレス学説というのを出した人がセリーって方なんですが、ハンス・セリーという方なんですが、そのストレスの原因、ストレッサー14種の一つに不安をやっぱり入れています。で、ストレス反応、ストレッサーの原因によるさまざまな心と体の反応。なので、緊張だとか不安というのがストレス反応ですね。で、それに対してですね、やはりいろんなコーピング、対応策を立てていくんですが、大きく分けると3つです。問題解決型。まず、ストレスの原因の情報を集める。プラン、計画を立てる。で、具体的に行動をしていく。なので、皆さんが試合とかでさまざまなアクシデント遭遇したときは、当然それに対して情報収集します。
プラン、計画を立てます。具体的な行動をとっていくんですね。例えばストレスの原因、あそこの道路は試合行くまでに渋滞するとなったら情報収集するわけですよ。じゃあ別の道はないか。で、プランの作成、ルートを決めます。で、具体的な行動、そのルートにのっとって試合会場まで行くみたいな感じですね。なのでコーピングというのは試合中だけじゃなくて試合前のこともコーピングする必要があるわけです。で、情動中心型、まあ、考えだとかもう感情をコントロールする方法ですね。瞑想したりリラクセーションしたりポジティブ思考をしたり回避、逃避、そこを避けてしまう、これはあんまり良くないですけどね。あとは思考の転換と。情動中心型は一時的にはいいんですけど、やはりトップアスリートはですね、この問題解決型を中心に使っているケースも多いので、問題解決型を中心に情動中心型、あと他者からの援助、ソーシャルサポートなんて言い方しますが、これらを補助的に使うということですね。他者からの援助ばかりを頼っているとですね、どうしてもですね、はい、依存心みたいのが出てきてしまいますので、補助的に使うのはいいんですけど、最終的には自分自身で情報収集してプランを作成して具体的な行動をとっていきます。で、想定外の出来事にコーピングを使用したアスリートは結果を出します。つまりですね、試合前、試合中、想定外の出来事をどれだけなくせるかなんですね。そのために、まあ、コーピングをしていくことになります。で、メンタルトレーニングはですね、コーピングとして非常に有効になります。コーピングの一つとして、まあ、含まれるという考え方もあります。で、不安をポジティブに考えられる人、つまり不安な状態でも結果を出せる人というのは、問題解決型と情動中心型を両方うまく使っているという報告があります。で、パフォーマンスと覚醒、覚醒水準だとか不安がパフォーマンスにどのような影響を与えるか、まあ、大きく分けてこの5つの考え方が、まあ、いろんなところでこう出てますので、この5つの考え方について説明をさせていただきたいと思います。まず動員理論、これは今ほとんど支持されてませんが、まあ、覚醒水準ですね、はい、右に行くほど高い、まあ、左に行くほど低い。で、パフォーマンス、覚醒水準が高くなれば高くなるほどこのようにパフォーマンスも上昇している。まあ、残念ながらこのような直線的にはなりません。まあ、一部ですね、本当に単純なこう重いものを持ち上げるとかって作業はある程度当てはまると言われてますけど、まあ、ほとんどのスポーツ種目においてはなかなかこうはいかないということで今は否定されています。で、逆U字仮説、これは今でもよく出てきますね、はい、誤ってる部分もあるんですが、覚醒水準とパフォーマンスを考える上で、まあ、そのベースとなる点ではまあいいかなと思います。で、覚醒水準、はい、高すぎても低すぎてもダメで、程よい覚醒水準、まあ、程よい緊張感の時に最も実力を発揮できるという考え方ですね、はい、で、アイゾフモデル、はい、状態不安に対して A 選手、B 選手、C 選手、ゾーンというのは自分が最高の力を発揮できる心理状態のことですね。で、 A 選手は状態不安が低いとき最高の力を発揮できる、 B 選手はほどほどの状態不安のときに力を発揮できる、 C 選手はかなり高い状態不安のときに力を発揮できる。なので、選手によって力を発揮できる不安のレベルはみんな違うんだよということです。ただですね、結局選手のパフォーマンスの発揮とこう覚醒不安、心理状態の関係性って非常に複雑で、なかなかこう単純には言い切れないので、状態不安以外にもさまざまな感情が関係しているということになるんです。で、カタストロフィーモデル、カタストロフィーというのは、まあ、破局だとか悲劇的な結末なんて意味があります。まず覚醒水準、まあ、生理的な覚醒水準ですね、高すぎる、低すぎる、パフォーマンス、まあ、逆 U 字曲線になってますが、これに認知的な不安、気持ちの部分が入ってます。つまり心配、気持ち的な部分があまり心配がない場合は、まあ、こんな感じじゃないかと。だから重要なのはこっち側なんですよね。覚醒水準、パフォーマンスに対して認知的な不安、心配が強い、重要な試合はですね、まあ、大抵こっちですよね。ほとんど重要な試合はこっちですね。
そうすると認知的な不安が強くなりすぎちゃうと、認知的な不安が強いときに覚醒水準がある程度以上高くなっちゃうとですね、実力の発揮度もこうやって奈落の底に落ちてしまう。で、覚醒水準が下がってもですね、もうここには戻らない、もうこの低い状態になってしまうという考え方なんですね。ただですね、覚醒水準をうまくコントロールできたら、認知的不安が強くても実力は発揮できるということなんですよね。なので認知的な不安が強ければダメということではないわけですね。で、重要な試合というのは大抵こっちなので、右側なので、こっちの状態でもですね、うまくここに持っていく可能性を高めるために、まあ、メンタルトレーニングをしていくわけです。で、リバーサル理論という考え方ですね。反転という考え方、反転理論なんて言い方をします。まあ、覚醒水準、高すぎる、低すぎる。それプラスですね、快傾向ってものが入ってるわけですね。要するに、こう、気持ちいいのか、気持ちよくないのかっていう。いいのか、気持ちがいいのか、悪いのかってのを入れていくわけですね。例えば、覚醒水準が高い状態ですね。この時に、例えばこの覚醒水準が高いこと、心臓がドキドキしてるっていうのを気持ちいいと感じれば、興奮、まあ、こうスリルがあるとか、ワクワクみたいな風に捉えることができます。そういう風に解釈するわけですね。よくパラテリックとか遊びモード。この緊張感がたまらねえなみたいな感じ、遊びモードですね。あとは結果ではなくプロセス、今やるべきことに集中しているときはワクワクだとかスリルみたいな風に解釈する可能性が出てきます。逆にテリック、真面目モード、ここで絶対負けられない、失敗できない、あとは結果を考えすぎてしまうと、同じ覚醒水準が高くてもこちらは興奮なのに不安を感じてしまいます。なので心臓が同じドキドキしてるしてもですね、どう解釈するかによってワクワクとも思えれば不安とも感じてしまう。逆に覚醒水準がこう低い時ですよね、低い時にあまり楽しもうだとかやるべきことに集中してもかえって退屈になってしまう。覚醒水準が低い時は結果を考えたりだとか真面目モード、負けられないとかっていうふうに考えた方のが、まあ、リラックスできる。つまり覚醒水準が高くても低くても、それをどう解釈するかによってリラックスになったり退屈になったり不安になったり、まあ、興奮になったりします。例えばこれをスポーツの試合に当てはめるとですね、重要な試合、公式戦ですよね。公式戦なんかにおいてはこの緊張感を楽しもうだとか今やるべきことに集中っていうと、同じ覚醒水準が高くてもワクワクとはいかないかもしれないけども、いい状態に持っていける可能性があります。こちらですね。逆に重要な試合だとか公式戦で結果を考えすぎてしまったり、絶対負けられないって考えちゃうと不安になるかもしれません。逆にこちらの方ですね、覚醒水準が低い状態、相手がものすごい弱いとか練習試合の時に遊びモード、絶対勝てそうな相手に楽しもうとかプロセスを持っても退屈かもしれません。なので相手がものすごい弱いとか練習試合の時は少し真面目モードだと結果いった方のがリラックスできるかもしれない。つまり覚醒水準をどう解釈するかによってリラックス、退屈、不安、興奮、変化する可能性がある。で、遊びモード、プロセス、真面目モード、結果、どう思うかによって興奮か不安かリラックス退屈、これがまあ瞬時に反転するというので、まあリバーサルって言い方をするわけですね。で、不安の方向性と強さです。不安をやはりどう解釈するかが重要になってきます。かですね、すいません、かが抜けてます、はい、不安を役立つと思うか役に立たないと解釈するかで、認知的不安が高い方が良いパフォーマンスを発揮する場合があります。エリート選手は特に目標設定、イメージ、セルフトークなどの心理的スキルを使用することで不安を役立つと考えているんですね。実際トップアスリートこれ多いです。この不安だとか緊張があるから力を発揮できるだとか、
この不安緊張があるとよし試合モードに入ってきた。やっぱ解釈によって非常に影響されるということなんですね。この解釈がセットになってこないとですね、いくらやっぱりリラックスをやっても限界がありますので、これからのメンタルトレーニング講習会のお話をぜひこう聞いていただければいいかなと思います。で、不安をポジティブに考える人はパフォーマンスが向上し、不安をうまくコントロールしているわけです。不安をポジティブに考えるアスリートは高いレベルの自信を持っていると考えられています。で、不安をやはり減らすためにリラクセーションをしていれば完璧というわけではないです。不安に対する解釈がネガティブだといくらリラクセーションやっても限界があるわけです。なので複数の心理的スキルをトレーニングする必要があります。で、複数の心理的スキルをこれから多くの先生方がまあ紹介してくださる予定になっております。で、まあ、メンタルトレーニング最初ですね、はい、自分に気づく、まあ、自己分析、セルフアウェアネスなんて言い方をしたりもします。で、やはりセルフコントロール、まあ、メンタルトレーニングも最初ですよね、 ね、試合前試合中の自分に気づくことから始まる。メンタルトレーニングはですね、試合中だけじゃなくて試合前、あとは試合中でも試合の合間の自分に気づくことが非常に重要です。で、アスリートは思考、感情、身体反応、行動とパフォーマンスの関連性に気づくことができる。やはり試合前試合中の思考、自分がどんなことを考えたり何をイメージしているのか、感情どんな気持ちなのか、身体反応体はどうなのか、何をしているのか、行動とパフォーマンスの関連性に気づく必要があります。で、おすすめなのがですね、最高と最悪のパフォーマンスを思い出していただきます。最高と最悪なので比較すると違いが出やすいわけですね、はい、最高と最悪では思考、感情、身体反応、行動に違いがあることがまあ多いので、最高と最悪をまず比較するってことは非常におすすめかなと思います。で、さらにですね、ここではちょっとですね、気分について考えてみたいと思うんですね、はい、で、まず試合前からいきましょうかね。試合前で、まあ気分、感情というのはですね、まあいろんなまあ種類があるわけです。で、このいろんな種類、イライラ、そわそわ、ウキウキ、ワクワク、強気、弱気、いろんな項目があってですね、ちょっと複雑すぎるので、はい。この坂入先生という人がですね、二次元気分尺度といって、まあ気持ちをですね、まあ二次元にかなりこう、シンプルにまとめたんですよね。で、これリバーサル理論と関係してくるんですが、まず気持ち的に興奮してるのか、まあ鎮静状態なのかってことですね。皆さんは試合前、まあ強いて言うならどっち側ですか。まあこの辺だったら相当興奮してる、この辺だったら相当リラックスしてる、ちょっと興奮、ちょっとまあ鎮静してる状態みたいな感じですよね。まあどの辺でしょうかとですね。それプラス、それが快なのか不快なのか、心地よいのか心地悪いのかってことですね。興奮状態でかつ不快だったらこの辺ですよね。で、鎮静化の状態で不快だったら無気力、気が重いですよね。逆に興奮していて心地よいんだったらエネルギッシュ、ノリノリ、まあこの辺最高ですよね、はい、コンタクトスポーツなんかこの辺だったら最高かもしれません。逆に鎮静状態で心地よかったらリラックス、落ち着き、まあゴルフ、弓道、アーチェリーなんかだとここが最高かもしれません。なのでまず試合前に気づくことですよね。試合前、ここがイライラ、ピリピリ、無気力、気が重いだとやはり試合にも大きく影響してしまいますので、例えばイライラ、ピリピリだったらですね、今回のセルフコントロールだったらやはりまずリラクセーション、リラックス法をやってですね、リラックス法をやってこちらに戻して、まあアップ、まあメンタル面のアップのことをサイキングアップって言い方しますが、まあサイキングアップやるとこのように、はい、U字回復していくかもしれません。逆に試合前無気力、気が重いんだったらやっぱ同じようにですね、まずリラクセーションをやってリラックス、落ち着きからアップ、もしくはサイキングアップでこっちに持っていければいいかなと思います。なので非常にこれまあ単純な図なんですが、試合前皆さんがまあどの辺なのかちょっとこうチェック入れてみるといいかと思いますね。で、これが最高と最悪の比較ですよね。で、
試合前、まず何を考えていましたか、何を言い聞かせていましたか、ここは思考を聞いています。で、何をしていましたか、行動を聞いています。で、試合前、この質問に対して最高のプレーをした時と最悪のプレーをした時では、まあ、何が違っていたのかを比較するといいと思います。違ってたことを書くといいと思いますね。で、次に何に集中していたのか、ボールに集中していたのか、相手に集中していたのか、つまり自分の外側に集中していたのかどうか、もしくは内部に集中しちゃったのか、マイナスなことに集中してたとか、心臓のドキドキに集中してたとか、全身の震えに集中してたとか、もしかしたら試合前音楽聞いたとしたら音楽に集中してた、友達と雑談してたんだったら雑談してる相手に集中してた。それを最高と最悪で比較すると、集中において違ってる部分が見えてくることが多いです。で、どんな気持ちでしたか、まあ気持ちを聞いてますね、感情を聞いてます。で、身体反応、体はどんな感じでしたかを聞いています。ただですね、メンタルトレーニングやっぱ重要になってくるのは、この何を考えていましたか、何を言い聞かせていましたか、何をしていましたかと、何に集中してましたかですよね、はい、この差を比較するといいと思います。この差を比較して、最高のプレーで考えしたことを、言い聞かせていたことを、していたことを、集中していたポイントをどんな試合でも意識的にするようにすれば、それだけでも立派なメンタルトレーニングです。それによって気持ちと身体はどんな感じでしたか、身体反応をコントロールしていくんですね。試合前が非常に重要になってきます。で、今度試合中ですよね。試合中、まあ実際プレーしてるときはこんなことを考えてる暇な、思ってる暇ないと思うんですけど、試合の合間はどうだったのか。もし試合の合間にどうしてもイライラピリピリだとしたら、ちょっとね、腹式呼吸だとか全身的筋弛緩法をやって声出しして気合い入れてもいいかもしれません。逆に試合開始直後、こんな状態だったら少し息を吐いて、その場でこう激しくジャンプだとかね、アップをしてもいいかもしれません。で、やっぱ試合中、まあ正確には試合中の中の試合の合間ですよね。最高と最悪で、まず何を考えていましたか、何を言い聞かせていましたか、何をしていましたかを比較してみましょう。で、どこに集中していたのか、何にというか、どこに集中していましたか。で、その結果どんな気持ちだったのか、体はどんな感じだったのか。なので、この2つですね。何を考えていましたか、何を言い聞かせていましたか、何をしていましたかと、何に集中していましたか。はい。これらの最高と最悪を比較して、最高の試合でやっていたことをどんな試合でも、まあ、意識的にやると、まあ、いいかなと思います。これは定期的にやるといいと思いますね。試合前、試合中。で、いよいよですね。はい。セルフコントロールの、まあ、行動的アプローチに移っていくわけなんですが、まあ、定番な腹式呼吸ですよね。で、なぜ腹式呼吸が重要になってくるかというとですね、呼吸は不随反応であると同時に随反応でもあるという特徴を持ちます。不随反応というのは、要するに自律神経系のコントロール下にあるということですね。なので皆さんは何かに夢中になってても、寝てる時でも呼吸は勝手にされてるわけです。不随反応です。と同時に、この呼吸のまあ珍しい特徴はですね、簡単に自分の意思でコントロールすることができるということなんですね。で、不安な時に意図的に呼吸のテンポを遅くする。もう意図的に呼吸のテンポを変えられるわけですよね。遅くすると、普段と同じ呼吸や早めの呼吸に比べて主観的な不安が下がるわけです。感覚的な不安が下がる。なので主観的には非常に効果があるということになります。で、呼吸量、息を吐くことですね、普段よりも3割方、つまり吐く量を減らすように強制する。当然簡単にできます。腹式呼吸やってる時も不安が増加し、また腹式呼吸に戻すと不安が顕著にやっぱ減少します。腹式呼吸って呼吸量、つまり吐く息が長いんですよね。ということはですね、やっぱり息を長く吐くってことは、やっぱ不安を減らす効果があるってことですね。で、実際に不安になると普段より早く浅い呼吸になる、
過呼吸みたいな状態ですよね。なので意図的に過呼吸みたいな状態にするとですね、やっぱり主観的に不安になってくるということなんですよね。で、腹式呼吸とリラクセーション効果、深呼吸することにより普段膨らまない肺胞、肺胞というのはですね、肺の先にですね、ブドウの房みたいにいっぱいあってですね、そこで二酸化炭素と酸素が交換されるわけですよ。まあガス交換っていうんですけども、普段膨らまない肺胞。なので、普段の呼吸だと使ってないんですよね、その肺胞。新鮮な空気が送られ、酸素と二酸化炭素のガス交換が活発になり、頭がすっきりする。ちなみに、あるレベルの全身持久力運動の成績も上がることが報告されています。で、自律神経系のうち副交感神経、まあ、リラックス系の神経を優位にさせ、気持ちが和らぐのが実感される。で、深呼吸、まあ、腹式呼吸ですね、肺胞が膨らむことにより肺の表面から血管拡張物質が分泌され、血圧が抑えられる、まあ、健康にもいいということですね。で、横隔膜の上下運動、腹式呼吸ってぐらいですから、まあ、お腹を膨らませたり引っ込ませたりするわけですよね。それによって肺の下にある横隔膜っていうのが上下動するわけです。この上下動によって肺が膨らんだり縮んだりするわけです。肺に膨らんだり縮んだりする力はないんですよね。このなので肺を動かすためのエンジンなわけです、横隔膜は。その横隔膜が腹式呼吸によって大きく上下に動くってことですね。で、腸の前動運動、腸が活発になり、血液循環がまあ活発になると言われています。で、腹式呼吸のやり方は、まあ、いろんな人がいろんなことを言っています。はい、例えばこのね、カッポ先生のまあ実験によると、早く吸い、ゆっくり吐く群、吸気2秒、吐く時間8秒ですね。はい、比率でいうと1対4ですよね。まあ、吐く時間がとにかく長いです。逆に、ゆっくり吸い、早く吐くっていうね、はい、よくですね、小学生が深呼吸やりなさいっていうとこのパターンが多いですね、はい、で、同じ速さの群、吸う時間5秒、吐く時間5秒、それぞれ5分実施すると、やはり脅威場面、何かストレスがかかる場面でやっぱり早く吸い、ゆっくり吐く呼吸パターンが、心理、生理的覚醒の抑制に効果があると言われています。まあ、なのでやはりこう腹式呼吸、吐く時間を長くする、やっぱここがポイントですよね。そうするとストレスがかかった場面で不安を減らしてくれる効果があるということになります。で、腹式呼吸、まあ、いろんな研究があります。今度は吸う時間3秒、吐く時間15秒ですね、1対5です、比率的には、の呼吸を繰り返すと、筋緊張時の主観的なストレス、やはり主観的なものがかなり減ると考えます。ただメンタルは主観的な要素強いので、主観が減るってのは大きいですよね。で、画像を見ながら腹式呼吸を行うと、緊張感の中での腹式呼吸の練習になる。まあ、イメージトレーニングの、まあ、セットですよね。画像というのはですね、皆さんがいずれ例えば出場しそうなですね、試合会場の写真だとか、過去緊張する場面での試合の画像だとか動画を見ると、当然多少こう緊張感が出てきます。その状態で腹式呼吸を練習すると、まあ実践的な腹式呼吸の練習になるという報告があります。まあこういうのよくね、メンタルリハーサルなんて言い方をしますよね、はい、これは非常に効果的な方法なので、画像だとか動画をぜひ活用していただければいいかなと思います。試合が近づいてきたら、過去の試合の画像、動画の方がさらにいいですよね。動画を見ながらみんなで腹式呼吸やると、緊張感の中での腹式呼吸の非常に実践的な練習になるかなと思います。で、様々な研究をこうまとめてみるとですね、吸う時間に対して吐く時間が1対2から1対5が多いです。ただどちらにしてもですね、吸う時間に対して吐く時間は長いというのがもう共通してますね。で、まあ、研究によってはですね、この今度214が効果的。この真ん中の1は何かというと、まずこの2というのはですね、鼻から吸う時間2秒、1というのは一旦止めるってことです、息を。まあ、止息なんて言い方しますが、で、4秒吐く。これが非常に不安の低下に役立ったという報告もあります。なので、腹式呼吸はですね、吸う前、吐く前に一旦止めるってやり方もあるわけです。とにかくいろんなやり方があります。
で、各人のペースで実施、深い呼吸感覚に注意する。で、こういろんな実験をですね、大抵数時間と吐く時間をこう全ての、まあ、被験者、実験の協力者ですね、その人に対して統一させるんですけど、数時間と吐く時間を統一するとやはりですね、深い呼吸感覚、違和感を感じてしまいますので、数時間より吐く時間が長ければ各人のペースで感覚なんです。まあこれが一番こう早く効果を実感しやすいですね。ただポイントはですね、鼻から吸って口から吐く、腹式であること、吐く時間が長めであるということですね。で、息を一旦止めるか止めないかは、まあ各人のやっぱ好みということになります。で、気持ちを切り替える方法として報告されているのがですね、開放呼吸法、意図的なため息ですね、はい、よく野球のピッチャーがですね、あの老人バッグを触って、粉がついた手を強くふっと吐く、シーンがありますけども、まあ、あれに近い方法ですよね。深く鼻息を吸い込み、ため息をつくように、ため息言ってもはーじゃなくてふっていう感じですね。強く短くっていう感じですね。呼吸を整え、普段の精神状態に戻すことを目的としている。まあ、気持ちの切り替え、専門的にはリフォーカスって言い方しますけど、リフォーカスとして有効なので、開放呼吸法、意図的にふっと息を吐く。この方法を、まあ、試してみてもいいかなと思います。で、腹式呼吸の、まあ、一例です。本当一例なんですよね。例えば YouTube でですね、国立がん研究センター東病院、千葉大学病院のまあ動画がありますので、まあこちらを参考にしていただいていいと思います。で、なぜ国立がん研究センター、千葉大学病院、病院系かというと、リラックス法のほとんどってもともと医療の現場からまあこうスポーツ界に入ってきたものであって、最初からスポーツ選手専用ってわけではないので、スポーツ選手に適用するときは少しアレンジしないと、この実際に使いにくいものがありますので、まあリラックス法に関してはかなりこうね、あの短縮バージョンが出てきてもいます。やはりそのチームの練習時間とかに合わせて短縮バージョンを使っていただければいいかなと思います。で、腹式呼吸の一例なんですが、まず、座位姿勢。まあ、座りますよね。はい。これもある程度姿勢正しく座る場合もあれば、結構ですね、腰を前に出して、だらーっと座るケースもあります。で、これ、仰外、仰向けですよね。うん、楽な姿勢ですよね。楽な姿勢をとってもらえればいいかなと思います。普通に手足を軽く開くパターンもあれば、はい。腰が痛い場合はですね、まあ膝を立ててもらってもいいです。で、平眼でも開眼でも結構です。平眼のがリラックスを感じやすいかなと思います。で、横隔膜を使った呼吸。まあ腹式呼吸ですよね。手は普通にお腹の上に置くバージョンと、あとはですね、片方の手をお腹、片方の手を胸に置く場合もあります。千葉大学病院の動画はですね、胸とお腹に手を当てています。で、お腹を膨らませながら鼻からゆっくり息を吸う。呼吸器系の病気の場合は口から息を吸うというふうにですね、やっぱり病院監修なので、まあ、病気の人の場合は注意が必要だということですね。で、鼻からゆっくり息を吸うというケースもあれば、本当に2秒ぐらい結構早めに息を吸うケースもある。好みですね。で、息を吸い切ったら、ここでは1秒息を止める。止めるバージョンを説明させていただきます。で、ふーという口の形で息を吐きます。ろうそくの火を消すような形で、ふーというふうに長めですね。まあ結局、吐く時間が長くなれば長くなるほど、まあ、いいとは僕は考えています。で、息を吐き切ってください。吐き切ったら1秒息を止める。1秒というか、まあ一瞬息を止める。で、再び鼻から息を吸う。ただ止める止めないは各人の好みになります。で、なぜ息を止めるのか。心理的な効果、まあ、四息ですよね。四息って言い方します。四息は呼吸を意識させ、スムーズな休息と呼吸の転換をもたらし、呼吸法に集中させる等の効果があります。で、生理的な効果ですね。はい、胸やお腹の、内圧が上昇すると言われています。はい、
こうちょっと力がかかるわけですよね。そうするとですね、大静脈が圧迫されて血液が戻りにくくなる、心拍出量が減少する、つまり交感神経が高まるからちょっと興奮するわけですよね。でその反動で息止めるのをやめると一気に副交感神経が働いて、要するにリラックス効果を感じやすいとされてますので、息を止めた方のがリラックス感を主観的に感じられるのであれば息を止めてもいいかなと思います。でこれ剣道の研究であるんですけども、腹式呼吸で息を吐き切った時に、本当に吐き切ると下っ腹にグッと力が入ります。でですね、こちらのこの黒い部分、よく武道だと丹田って言い方をするんですが、息をぐーっと腹式呼吸で吐き切るとですね、この丹田の部分が緊張状態、要するに力が入るわけですよね。ここに力が入るわけですよ。そうするとかえって上半身、特に腕の無駄な力が抜けて、要するに反応が速くなるという研究があるんですね。逆に丹田にこう力がうまく入らないとですね、かえって上半身に力が入ってしまう。なのでこの腹式呼吸、お腹を使ってしっかり息を吐き切った、下っ腹に力を入れるというのは、まあ武道の世界では非常に効果的とされているし、上半身の無駄な力が抜けて下半身に力が入っているというのは、下半身にこう充実感がある、まあ、ある意味理想的な状態ですよね。なので腹式呼吸っていうのは、こう体を理想的な状態にして反応を速くする上でもやっぱ効果的かなと考えられるわけです。で続きましてですね、全身的筋弛緩法です、プログレッシブマッスルリラクセーションの略なので PMR という言い方をします。で、まあ、筋肉のリラックス法ですよね。で全身的筋弛緩法はジェイコブソンによって開発されました。体を前腕部や腕、足などの部位ごとに細かく分け、各部位の筋を随意的に緊張させ、その後弛緩させることを全身にわたって順番に繰り返して行われます。一旦ですね、体に力を入れて、で力を入れた状態を、まあ、3秒から5秒キープしてストーンと落として、そのストーンと落とした状態を、まあ、最短で10から30秒ぐらいその状態を味わうというリラックス法ですね。まあ、これもまあ有名なリラックス法です。で、緊張フェーズっていうのは、こう力を入れる、どのぐらい力を入れるかというと 100% じゃなくて、まあ50から70%。なので、ちょっと力を入れるってぐらいですね。そのぐらいでいいですね。で、力を入れてストーンと抜くと。で、やはりこれももともと医療の現場から出てきたので、正式なバージョン1回40分以上で時間かかる。はい、これスポーツの現場ではやっぱり無理なわけですよね、40分も時間かける。なのでいろんな先生がいろんな短縮バージョン出してます。まあ動画でもたくさん出てきます。で腹式呼吸と同様に、初回からこのリラックス感を得られることができます。同時にですね、リラックスすると同時に適度なこういう活気、緊張感も出てくると言われてますので、おすすめとしてはですね、腹式呼吸、全身的筋弛緩法っていう風にやっていくとですね、リラックスしながら適度に活性化もされるって点で、その後に通常行っているアップをやっていくと順番的にいいかなと考えています。で全身的筋弛緩法、身体感覚増幅度についてです。アスリートは心身症者と同等の水準である。はい。で、PMR を継続的に実施する中で、弛緩感覚が実感できるようになり、その後、身体感覚増幅度も低下します。で、行外姿勢での PMR のコントロールが上達すると、必要に応じて、座位姿勢や立位。つまり、最初は仰向けがいいんですけども、慣れてきたら、座っても立ってもできるようになりますよと。ただ、なかなかスポーツの場面で仰向けになることが難しかったら、座ったり立ってもいいかなと思います。やはり医療の現場だったら簡単に仰向けになることできませんが、スポーツの現場だといつでもどこでも仰向けってわけにいかないので、その辺は臨機応変に変えていただいて結構です。で、PMR 実施直後で最大吐き筋量がちょっとだるくなっちゃう可能性があるという報告もありますので、まあ直前やった時は、まあ後で説明しますが、消去法といってしっかり体を目覚めさせてやる必要があります。ちなみにこの身体感覚増幅度は何かと言いますとですね、こういうことですね。身体感覚への過度の警戒、強い集中。体の変化に必要以上に注意を向けて、それに対して警戒してしまう。
ちょっと手足がこんな震えてるどうしようとか、多少心臓がドキドキ、あこんなドキドキしてどうしようっていうふうに体の感覚に敏感になってしまう。それを全身的筋弛緩法はちょっと低下させてくれるということなんですね。まあ身体感覚に感情的に反応、その感覚を激しいものというふうに、まあ、どうしようどうしようってなっちゃって危険で不安なものとする傾向、上がり症の人多いですよね、うん、この身体感覚増幅度を全身的筋弛緩法はコントロールしてくれるということになるわけですね。で、全身的筋弛緩法の一例、やはりですね、国立がん研究センター東病院の方法がですね、短縮バージョンでスポーツの現場にも使えるので非常に参考になるかなと思うんですが、力を入れるときは、まあ一般的に 60-70% とあるんですが、研究では 50% で見て研究がありますので 50-70% にさせていただきました。で、力を入れますよね。力を入れて必ずその状態を3秒から5秒キープ。このキープ時間もですね、バラバラなんですよ。いろんなところでいろんな人が言ってるんですが、ここではとりあえず5秒にさせていただきました。5秒力を入れて一気に抜くと。徐々には抜きません。で、椅子にもたれかかってもいいし、仰向けになってもいいしと。で、仰向けになるとですね、そのまま土地で寝ちゃう人がいるので、その場合はソファーとかに座っていただいてもいいかなと思います。で、まあ、順番としてはですね、まず利き手からです。利き手の方のが、まあ、筋の弛緩ですね。弛緩というのはリラックスね、リラックスを感じやすいということなので、はい、利き手から。なのでみんなが利き手が右手とは限りませんので、利き手からって言った方がいいと思います。握り拳を作って力こぶを作ります。これ後で実際、まあ、動画で見ていただいても分かるんですが、後で実際に私自身がやってみたいと思います。で、5秒キープして一気に力を抜きます。で、力を抜いてる時間は、一気にストンと力を抜いたら、抜いた状態を10秒から15秒キープ。こう、小刻みに何回もこうやったりしまう、やったりしないようにしてください。肩は意外とそれ多いですよね。小刻みに上げて下げて上げて下げて。うん、あれでは弛緩ができないということになります。リラックスした感覚を感じてください。10秒から15秒最大30秒って場合もあります。次に逆の手で実施する。ちなみに握り拳なんですが、普通に握り拳握っていただいてもいいんですが、女性の方で多いのがこの4本の指の中に握り拳、親指を入れる人もいるんですが、これやっぱ2パターンあるんですよね。4本の指の中に親指を入れるパターン、はい、普通に握り拳で親指を4本指の要するに上に置くパターン、はい、どちらもありますが、どちらでもいいかなと思います。で、続いて利き手逆の手やったら、で、これらはですね、時間があれば利き手2回ずつ、逆の手でも2回ずつやった方がいいです。ただ時間がなければ1回ずつでもいいです。で、今度顔全体ですね。本来だったらこれも顔もですね、全体じゃなくて目をつぶって、はい、口を横にいいして口をとんがらせるっていうふうに分けるんですが、やはり省略バージョンなので顔全体にシェアを作って口をとんがらせる、まあ、ひょっとこみたいな感じですね、はい、さらに同時に両肩もつけてあるわけですね、はい、かなりまとめちゃってます。顔全体にシワを作って口をとんがらせて両肩も上げます。なので肩から上が全部力が入っている状態、5秒キープして一気に抜く、はい、これは結構ですね、みんなで輪になってやるとですね、必ず笑い出す人がいますので、これやるときは、はい、目も一緒に閉じた方がいいです、はい、で、10秒から15秒リラックスした感覚を味わってください、まあ、2回ずつやった方がいいかなと思います。で、続いて、胸、背中ですね。胸を張って肩甲骨を寄せるようにします。5秒キープします。一気に力を抜きます。10秒から15秒、リラックスした感覚を味わってください。これ、胸を張るのとは逆バージョンもありますね。肩をこうすぼめるバージョンもあるんですけど、実際選手たちに確認すると、やっぱ胸を張った方のがいいという、こちらの方が評判がいいので、私はこれを採用しています。で、続いてお腹ですね。少し前かがみになって腹筋にまあ力を入れるわけですね。5秒キープして一気に抜いて、10秒から15秒リラックスした感覚を感じてください、はい、この10秒から15秒
まあ最大30秒まで時間があれば OK です。で最後お尻と足ですね。これも本来ですね細かく分けてやるんですが、はい、もう全部まとめて下半身やっちゃいますね、はい、肛門周りをギュッと引き締めると。で両足のかかとだけを床につけて足の指を開くと。で足の指膝で、まあ、太ももお尻に、力が入っていることを感じてください。5秒キープ、一気に力を抜く。で10秒から15秒リラックスした感覚を味わってくださいということになります。まあ、ここまででは全部座ったバージョンですね。でさらにですね、はい、ですね、今回は省略させていただきますが自律訓練法っていう方法があるんですね。もともとは医療関係だったんですが、私の大学院時代の、まあ、お師匠の先生がですね、これはスポーツ選手にも使えるってことで、まあ、導入した方法なんですが、ですね、シュルツという人がですね、催眠状態にかかってリラックスした人にどんな感じだったって聞くと、手足が重い、重いっていうのはだるいって意味じゃなくて、まあ、力が抜けてるみたいな重いとかね、あとは手足が温かいとか、額が涼しいみたいな報告があったので、逆転の発想で、じゃあ手足が重くて温かいとか額が涼しいっていう自己暗示を与えたらリラックスできるんじゃないかって考え方なんですよね。でこれ非常に効果的なんですけども、ある程度指導が必要であるということと、やっぱり時間がかかるんですね。でこう暗示によって手が温かいって言えば、実際に手は温かくなるんですね。やっぱり数ヶ月以上の訓練期間が必要なんですよ。で自律訓練も非常に有名な方法なので、本読んだりですね動画で実践していただいても結構なんですが、手を温かくする方法は、まあ、暗示でもいいんですけども、別に物理的に手をこうやって摩擦によってですね、あの北海道もみもみするような感じですね。それによってもですね手は温かくなるわけですね。で骨格筋が弛緩することによって末梢血流の増加が皮膚温の上昇を引き起こす。で、まあ、実際ですね全、自律訓練法によってですね、重くて温かいって暗示を与えるとやっぱり骨格筋が弛緩するので末梢血流の増加、つまり血液循環が良くなって皮膚温の上昇を引き起こす。逆に人間緊張している時っていうのは末梢の血流が低下するので皮膚温も低下して、緊張している時っていうのは手足が冷たく感じるわけですね。で温熱刺激には筋緊張を抑制させる効果がある。つまり手を温めるってことは他のリラクセーション技法と同等のリラクセーション効果があるので、手がもみもみっていうのは手っ取り早いですね、はい、リラクセーション効果を得られると。で積極思考性や充実感などのポジティブな心理面も促進すると言われています。で続きましてですね、私が個人的に非常に今興味を持っている、まあ、リラクセーション法でマインドフルネスっていう考え方があるんですね、はい、考え方としては非常に素晴らしいんですが、ただ抽象的で分かりにくい、課題もありますので、もし興味がある方はいくらでも本でもネットでも出てますので調べていただければいいかなと思います。詳しくこれを説明しようとするとですね、ものすごく奥が深いの時間かかってしまいますので簡単に説明させていただきますが、考え方としては、まあ、マインドフルネス、まあ、海外から来たものなんですが、トップアスリートはこれにと同様な考えはもうみんなやっぱ持ってるんじゃないかなと僕は考えてます。でこの言葉はですね、なんで有名になったかというとですね、1995年に今あの活躍中の松岡修造さんが現役のテニス選手だった頃、日本人で久しぶりのウィンブルドンベスト8のマッチポイントで言ったセリフなんですよね。で日本テニスの先駆者であり早稲田大学庭球部 OB の福田正之助さんが早稲田大学庭球部に送った言葉なんですね。でこの言葉でもなぜ言ったかという、まあ、問いに対して松岡修造さんがですね、まあ、このように答えてるんですね。過去のことを思うと、なんであんなことをしたんだと怒りに変わる。でこの怒りのが頭の中でどん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 繰り返してしまうことをよく反芻って言い方するんですよね、はい、まあ、過去に対して行われますよね。で未来のことを思うとどうしようと思ってしまう。不安心配が出てくる。なので不安とか心配っていうのは未来のことに対して本来使われる言葉なんですね。
で、それを繰り返しちゃうと、やはり繰り返す。反数が起きてしまう。じゃなくて、過去でも未来の反数でもなくて、今ここに集中しなさいよと。目の前の一球にかけなさいよっていう考え方なんですよね。まあ、これがまあ、マインドフルネスっていう考え方になります。過去未来の反数を一旦止めて、今この瞬間に戻す。それがマインドフルネスなんですね。はい。まあ、仏教用語のサティ、気づきってところから来てます。で、もともとはですね、やっぱ仏教が発祥と言われてますが、ジョン・カバット・ジンという方がですね、これをからちょっと宗教的な要素を取り除いて、科学的にアレンジして医療現場にまあ持ち込んだわけですね。まあ定義としましてはですね、はい、意図的に今この瞬間に評価や判断を加えることなく注意を向けることと定義されています。で、先ほど説明したようにですね、過去のことを考えすぎてしまうと、なんであんなことしちゃったんだ、なんであんなことしちゃったんだろう。試合中にまあ後悔とかしちゃうと、これがぐる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 回って、反数して、まあ一般の場合だと鬱になっちゃいます。まあスポーツだと、結局今この瞬間に集中できない状態。ここに囚われてしまっている状態ですね。逆に試合前に、未来のことに関してミスしたらどうしよう、失敗したらどうしようって、不安とか心配がですね、こうやってぐる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 やっぱり反数を起こしてしまうと、やはり未来に囚われてしまって、今この瞬間に集中できない。なのでマインドフルネスは、未来や過去に囚われていたものに気づき、そこから今この瞬間、スポーツだと今この瞬間のやるべきこと、つまりテイクアクション状態に戻す方法と、まあ、定義できるかなと思います。で、気づき、気づくことができる。今この瞬間に集中することができる。脱中心化。こう、過去や未来のネガティブな怒りや不安、心配、マイナスな思考と距離を取ることができる。そういったものをですね、距離を取って、今まで囚われてたわけですね。囚われていたものから距離を取って、客観的に見ることができる。で、需要、執着を受け流すことと、こと等の効果があると言われているわけですね。で、まあ、マインドフルネスに関しては、いろんな研究がされていて、反数傾向、頭の中でぐるぐるマイナスな思考や感情が、こう、回ってしまうものを減らして、その結果、抑うつや不安が低減する。なので、こう、過去にとらわれる、未来にとらわれやすい人って、やっぱ非常に反数している状態が強いというわけですね。それを抑えてくれるということになります。で、反数というのは、抑うつ気分の時にその原因や結果、意味について繰り返し考えることです。で、抑うつに効果がある。で、ストレスに効果がある。で、不安を減らす効果がある。怒りを減らす効果があると言われています。で、スポーツ選手に対しても、マインドフルネスと心理的競技能力には相関があると言われています。心理的競技能力というのは、アスリートの試合場面でのメンタル面を測る心理的競技能力診断検査。先ほども説明しました。ディプカ3というものがあるんですが、その数値が高い選手は、マインドフルネスの、やはりマインドフルネス度を測るテストがあるんですが、やっぱり高いと。つまり相関があると。ってことは結局ですね、マインドフルネスが高い人っていうのはパフォーマンスに必要な思考と行動に注意を向けることができる。つまり今やるべきことに注意を向けられるということなんですよね。なので、トップアスリートというのは、もともとマインドフルネス的な思考を持ってるであろうと僕は考えています。で、マインドフルネスが高いバスケットボール選手はフリースローの成功率が高いという方法、データもあります。で、マインドフルネスの、まあ、方法なんですが、とにかく、まあ、いろんな方法があるんですが、まあ、基本的な方法ですね。ただ、わかりにくいです。基本的に頭の中でやる作業。で、マインドフルネスの3要素なんですが、まず、アクセプタンス、需要。はい。どんなにネガティブな感情、ネガティブな思考が出てもですね、受け入れるって感じですね。はい。まあ、客観視する。いかに距離を取るかってことになります。で、距離を取るために必要なのが、このノンジャッジメント。判断しない。普通はネガティブな思考に対していろいろと評価とか判断しちゃうんですね。なんであんなことしちゃったんだ、俺はダメだとか、失敗したらどうしようどうしよう、ミスしたらみんなに怒られるみたいな。
いろんな評価だとか判断をしちゃってるんですが、ノンジャッジメント、判断しないわけです。じゃあそれをどうやるかというと、やっぱ抽象的なんですが、マイナスな感情、マイナスな思考が出てきたらですね、すべて何々と思った、何々と感じたというふうにですね、言葉をつけることによって、こう囚われていた思考感情から距離を取る作業をするわけですね。と思った、と感じたっていうと、なんとなく他人事っぽく見えるわけですよ。なので、失敗したらどうしようと思った、心臓がドキドキしていると感じた、はい、ここで失敗したらみんなに迷惑はかけると思ったというふうにですね、と思ったとつけることによって、自分の考えを他人事のように、つまり距離を取る作業をするわけですね。それによって過去未来のネガティブな思考感情に対する反芻を止めるわけです。で、止めたら何をするかというと、医療現場だと今に集中、呼吸にを感じるという作業が入るわけですね。呼吸を感じることによって、まあ、今に集中するわけですよ。で、この時に呼吸を感じる時に、今までやってきたことのちょっと否定にもなるかもしれないんですが、呼吸を腹式呼吸にしようとかって、まあ、する必要はないわけです。ただただ呼吸をしている状態を感じるだけです。あ、鼻から息が入ってきた、口から息が抜けていく、唇が乾いてるっていう、本当観察するような感じですよね。ただ普段から腹式呼吸の練習をして、普段から腹式呼吸に慣れていただければ、呼吸を感じるコントロールしなくても、その呼吸自体もすでに腹式呼吸になっているので、腹式呼吸を習慣化するといいかなと思います。で、マインドフルネスの、まあ、基本的な方法がですね、この左の図にあるような、まあ、ちょっと姿勢正しく座っていただいて、手を太ももの上に置いていただいて、視線を落とすか目を閉じる、目を閉じた方がいいと言われています。体の力を抜いて視線を落とす、で、ただただ呼吸を感じるって感じです。呼吸をコントロールする必要はありません。ただ普段から腹式呼吸だったら、その腹式呼吸を感じていただければ結構です。で、雑念が湧いたことに気づく、気づいたら消そうとか別の言葉を言い直すんじゃなくて、すべてと思った、感じた、で、ただ呼吸を感じる。これをスポーツに当てはめると、試合前試合中のマイナスの考え思考に対してと思ったと客観視して、スポーツの場面だったら呼吸というよりは今やるべきことに注意を向ければいいですね。今やるべきこと、まあ、テイクアクションしていただければ結構なわけです。で、実際にリラックスをやるとき、試合前とかマインドフルネスでも、まあ、音楽を使うケースがあって、まあ、皆さんもですね、試合前に音楽聴いてらっしゃる方多いかなと思うんですけど、リラクセーションと音楽についてちょっと説明させていただきます。音楽は自律神経を調整し、緊張や不安状態から感情や情緒を安定させる効果があります。で、音楽聴取によって呼吸数、心拍数、血圧が低下します。で、音楽に関しては正反対の考えが2つあって、まず同質の原理、はい、ネガティブな感情の時はあえて暗い曲を聴いて、その後徐々に明るい曲に上げていく。なので、この同質の原理だと、暗い気持ちの時にいきなり明るい曲になっちゃうとかえって逆効果だから、暗い気持ちの時はまず暗い曲聴いて、落ち着いたら徐々に曲のテンション上げていくみたいな感じですよね。それに対してムードマネジメントセオリー、ネガティブな感情の時はあえて逆に明るい曲を聴いてポジティブな感情にする、まあ、正反対の考え方があるんですが、やはり音楽とその人の気持ちっていうのはですね、かなり個人差がありますので、まあ、合う方をやっていただければいいかなと思います。で、聴取した音楽の性質に即した気分、つまり音楽の種類と気持ちっていうのは連動するってことですよね。で、音楽の性質によって異なった気分になるので、こう、気持ちだとか思考を変えたかったら、やっぱり音楽大事だってことなんですよね。で、どんな音楽を聴いたらいいかっていうと、結果的にはですね、好みが最も重要な要因、やっぱこれが一番多いんですよね。で、ストレスが軽減し、ポジティブな気分が、音楽聴くと、まあ、そういう気分になれるんですが、やはり好きな音楽である場合にその効果がある。好きであるかどうかなんですね。で、音楽の種類や音楽の好みによって音楽の効果が
異なるわけですね。で、不快な感情状態を音楽を聴くことによって低減する。これ皆さん経験的にすごく分かってらっしゃるとですね。不安を減らす効果もあります。怒りを減らす効果もあります。さらにはですね、歌詞が入った曲よりも歌詞がないインストゥルメンタルの方のが気持ちがゆったりする。中にはですね、メロディーはゆったりしててリラックスできても歌詞は思いっきり失恋の歌詞というケースもありますので、歌詞がない方がいい場合もあります。ただ最終的にはやっぱ好みなんですね。で、まあこういった一覧表もとりあえずはあります。不安や緊張からリラックスしたい時には音楽の種類、曲奏、テンポ、まあこういろいろとあるんですが、結局のところやはり好みになりますので、好みの曲を選んでいただければいいかなと思います。で、今まではリラックス法の話をしましたが、リラックスをやった後、はい、まあその後アップやると思うんですが、はい、そのアップの前にですね、メンタルのアップを入れていただいてもいいかなと思います。サイキングアップと言います。リラクセーションの反対です。緊張感を高めたいときに使います。で、サイキングアップの方法としては呼吸数を増やす。腹式呼吸の逆だとみたいな感じですね、うん、これで上げることもできます。激しい動きなので、一般的なアップとまあちょっと被りますよね。セルフトーク、自分ならできる、自分ならできるみたいな。あとは音楽、ちょっと激しい音楽を聴く、それでまあ気持ち上げることもできるんですが、やっぱりリラクセーションが大事ですよね、はい、うまくこうリラックスできないとアップもできないので、なのでリラックスをやった後通常のアップでもいい。ただそのアップにですね、音楽を流してもいいかなと思うんですね。ノリのいい曲ですね。で、クラシックは不安を強くする場合がある。クラシックってものすごい好みが分かれます。中高生だと多くの人はクラシック聴いてもかえってだるくなると思いますので、音楽大事ですね。で、ルーティーン、正確にはプレパフォーマンスルーティーンという言い方しますが、まあそもそもルーティーンというのは集中力だとか雑念を払うためにですね、プレーの前にある一定の思考や行動を一定の順序とテンポでやる方法なんですが、その中にですね、まあ音楽を組み込んでも効果があるかなと考えられます。で、最後、現場での活用法。今言った方法ですね、やはり最終的には練習しなきゃいけないんですね。で、こう練習だとか、まあ、ご自宅で練習中だとか、ご自宅で練習してもらってですね、それを練習試合とか試合で使ってもらうんですが、まあ、一例としてはですね、例えばですね、チームスポーツの場合、各自で自由にやりなさいっていうと、もうやる人やらない人どうしても分かれてしまいますので、はい、試合の練習の前とか後や練習の合間にみんなでやるといいかなと思うんですね。例えばですね、ハイパワーポーズ、これ何かというとですね、まあ、姿勢のコントロール、よくアティチュードコントロールっていうんですが、表情、態度、姿勢とその人のメンタル面って連動するので、自信のありそうな表情、態度、姿勢を取る、ここで練習をやります、はい、まあ、10秒ぐらいでいいですよ、はい、こう姿勢を正しく顔を上げる練習ですね、はい、で、腹式呼吸7回から10回がおすすめです。吸って吐いてを1回としてください。で、全身鉄筋弛緩法、手をもみもみ、はい、マインドフルネス、うん、もし入れるようだったら入れてもらってもいいです。ただ好みが分かれます、はい、で、マインドフルネスはですね、最初に教えメンタルトレーニングの根本原理がですね、その思考と行動をコントロールするって発想なんですよね。それに対してマインドフルネスはそのコントロールしようとするからダメなんだという、ちょっと逆転の発想なので、はい、お好みで入れてもらってもいいです。実際学会とかでもマインドフルネスに関する議論っていうのはかなりやっぱ抽象的な議論で、結構なんかこう平行線たどるような印象が僕的にはあります。なので中高生に対して腹式呼吸だとか全身的筋弛緩法のが具体的で分かりやすいです。手もみもみなんかも分かりやすいです。だけどもマインドフルネスはですね、その反芻を一旦止めて今この瞬間に集中、今やるべきことに集中っていう考え方は大事なので、コーチングの場面で使っていただいてもいいかなと思います。で、一通り終わったら消去法というのはですね、まあリラックスをやるとなんとなく体だるくなるので、手足の曲げ伸ばしだとか肩回したりとかして体を起こす作業ですね。
で、2の練習の合間にですね、ハイパーポーズ、腹式呼吸を1、2回とかね、全身的筋弛緩法を肩だけとか、顔だけとか、手をもみもみ、マインドフルネスを例えば、まあ、10秒とか20秒とか、消去法とか、合間にちょこ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 、まあ、入れてもらってもいいかなと考えております。以上で、理論編を、終了させていただきたいと思います。次に、実践編に移らせていただきたいと思います。一旦終了します。